ゆかりのマカデミラジオ。皆さんこんにちは、マカデミワッショイ長谷川鈴穂役の宮崎葵です。皆さんこんにちは、パルチェザバリアブルワンド役の福井ゆかりです。おー言えた。この番組はですねアニメマカデミワッショイをもっともっと楽しんでもらうために宮崎葵と福井ゆかりがお送りするルール無用の番組です。おお無用だって。無用なんだってことは何でもありってことだね。そうだね。ねと一緒にラジオやるのちょっとドキドキだね。ごめんね。違うんだよ。私もちょっとね心配があるんでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、というわけで、なんか昔からゆかりんのことは知っているんだけれども、そうだね、なかなかこう一緒になる機会がなかったんだよね。本当に、もうかれこれ、何年だろうか。でもね、3年じゃないかな。私あ、デビュー、おめでとうございます。ありがとうありがとう、その言い方もあるなんて。じゃあ、ういちゃんが、はい、あのデビュー当初からのお付き合いということで、そういうことになるね。だからちょっと嬉しいなと思ってます。嬉しいです。そんなわけで、いきますか。いきますか。はい、それでは、今週からマカデミーワッショイ。2008年お祭りソング決定版、ミセマリア、宮崎ウイ、福井ゆかりのスペシャルユニット、祭りが歌うテレビアニメマカデミーワッショイオープニングテーマ妄想ラップ、11月5日 5PB より発売。テレビアニメマカデミーワッショイ原作小説ハイブリッド学園ラブコメマジサンズアカデミーの最新刊短編集マカデミラディカル7子犬なんですけどは9月29日発売。ファミ通文庫。マカデミラジオ。改めまして宮崎葵です。改めまして福井ゆかりです。はい、さてここでアニメマカデミワッショイについて紹介していきたいんですけれども、はいはい。そうだ、このアニメはね、ライトノベル界でゲーム界をね、なんか旋風したらしいんだよね。なんかとにかくそうなんだよね、ね、すごい、全15巻で50万部を超えた、すごい、ファミ通文庫の人気ライトノベルが、ロベルのマジサンドアカデミーっていう名前だったんだけれども、マジカルワッショイとして、マジカルワッショイ、今回の大事なところ、マカデミワッショイとして生まれ変わったんです。なんかこのアニメってさ、説明不要な気がしない？そう、なんか説明、どうやって説明したらいいのかわからないくらい、なんかわっしょいっていう感じの内容ノリパースみたいなね。なんかでも本当に可愛いキャラクターたちがいっぱい出てきて、ゆかりんが演じてるキャラクターとかはすごい本当に、ファルチェ・ザ・バリア・ブルーさん、楽しい、バリア・ビッチだっけ、ビッチじゃない、ファルチェ・ザ・バリア・ブルワンドさん、ブルワンドっていう、ちょっとブルーっぽいよね。そうだね。でもなんかすごいゆかりんまんまっていう感じのキャラクターで、もうほわほわしててすごい可愛い天然ヒロインさんっていう感じのキャラでね。いやとんでもない、ウイちゃんのキャラクターの、間違いない、お互い覚えよう。長谷川すずほちゃんとすずかちゃん、はぁ、なんかすごい二重人格で、そうなの、なんかういちゃんとはもうかけ離れて、デアンデーじゃないけど、こんちきしょうみたいなことを言うからさ、可愛い、ありがとう。そうだね、てめえとか、
すごいそういう言葉遣いをする女の子で、メガネをかけてて髪の毛をいつもリボンで縛ってるんだけれども、リボンを外すとこうオラオラ系人格に変わるっていう女の子で、すごい他にもね、なんか伊勢マリアちゃんの演じてるタナロットだったりとか、あのね、小清水亜美ちゃんの主人公のタクトだったりとか、すごい個性が豊かっていうかね、みんな被ってるキャラクターがいないんだよね。いないんだよね。なんかさ、みんないろいろだから、エーネウスさんって川澄さんがやられてるキャラクターが、なぜかすごくまともに見えて、そう、あの川澄さんも気にしてらっしゃったよね。ねえ、なんかそうまともじゃないと思うんですけど、耳をつけていたり。そうなんです。なんか声優さんとかもすごいなんか個性豊かっていうかね、濃いメンバーですよね。ですね、思います。そんなアニメなんですけれども、まあ一回見ていただければね、結構なんか壁画調っていうんですか、壁画、なんかあれじゃない、壁画、そうそうそう、あの壁画、そうそう、壁画みたいな時もそうよね。そう、なんか顔がね、門が、あの顔になっているところがあるんですよ。 そこのことだよね。そういうことだよ。ありがとうゆかりん。でもそんな感じなんです。なんかそういうね、要素がいっぱいあって、とっても笑い満載なね。すごいなんか、ね、コミカルで、なんかね、まばたきできないよね。できないね、なんか。おかしくなってきちゃったね。でも本当に毎回毎回こう、なんだろう、シチュエーションが違って、当たり前なんだけど、でも違うんだよね。なんか違うよね。ゲストさん、ゲストさんじゃなくて、なんか新しいキャラクターが出てきたり、そうそうそう、新キャラが毎回ね、そうそうそう、ね、出てきてなんかドタバタなって、そうそう、なんかそういろいろなことが起きるよね。そうなんだ。いや本当にでも見ていただければね、見ていただければわかる作品です。はい、そんなアニメなんですけれども、今後この番組ではどんなことをやっていきたいですか。この番組の中では、なんかルール無用って言ってたし、あ、そうだよね。なんかこう、なんだろうね、なんだ、ドタバタ、ドタバタ、ドタバタ。そのうちなんかあの、もしよく大丈夫だったら、嘘です。何なんだろう、気になる。なんか、ね、ゲストさんとかも、あ、ね、そうだね、すごい溜める必要なかったよね今。でもそうだよね、ゲストさんとか呼んでみたかった。呼んでみたいと思うね。あとはなんだろうな、でもゆかりんと一緒の番組結構楽しくなりそうだから、なんだろう、でもいろいろ、うーちゃんがすごいかっ飛ばしてる。でもいろんなことに挑戦していきたいね、なんか、新しいことに。そうだね、今回も新しい試み。そうだね、ね、で、なんか普通歌がまだ来てないじゃない。だから普通歌もここの番組で募集しますか。いいですね。ですね。じゃあそんなわけで、あのリスナーの皆さん、番組ではね、お便りをじゃんじゃん募集しているので、ぜひぜひ送ってきてくださいね。ねえねえ、ういちゃん、ファルチェは普段杖なんだけど、ういちゃんは普段は何？パクチー。ういとゆかりのマカデミーラジオ。そうですね、スケッチブックを使って他人とコミュニケーションをしています。なんか新しい声がしてる。自分でも思わぬところから。ということで、このコーナーでは2人にスケッチブックを使ってクイズに答えてもらいます。あらららら、あら。でですね、毎回どちらかに簡単なクイズを出します。そのクイズを出された方は、それを絵や文字を使って30秒間で、スケッチブックに表します。
ただし問題文に使われている言葉と正解の言葉は書いてはいけません。回答者はそのスケッチブックの内容だけを見て答えが何なのかを当てます、ということでですね。じゃあ、うん、その出題する方もわからないっていう、そういうことなんですね。え、なんか次回からはリスナーの皆さんからクイズを送っていただくんですが、うん、今回は第1回目でまだ来ていないようなので、うん、スタッフさんが考えた問題でやっていきましょう。あ、というわけでまずは、うん、ね、ゆかりんがじゃあ目隠ししてて。私が目隠なんかすごい目隠しの手作りの、あ、なんかすごいね、割り箸が両サイドについてるね。ねえ、なんかすごいあのゴレンジャーの赤の人みたいな本当だね、なんかそれ太陽に当てたらすごい燃えそうだね。あ、ね、ほんと黒いから、うん、じゃあ早速行ってみるすぐ燃えちゃうボンドの香りが、はい、それで私は今問題を見させていただきましたよ。うん、ここでリスナーの皆さんにだけこそっと問題を教えちゃいます。今回の問題はワシントン DC といえばどこの国の首都？なんだった？なんかね、うん、聞いていいのかな？なんかすごいレベルが高い問題でしたね、うん、というわけで、でははい、宮崎ウイ、うん、書きます。はーい、なんだろうな、みーちゃんが、あー、でもこれはかなりわかりました、うん、なんだ、かなりわかった、あ、なんどうやったらいいのかな、30秒だっけ、あー、これはちょっとやばい、でもこれはちょっとテレビ的に映ってないかもしれない、本当にやばい、なんかテレビじゃないよあ、そっかそっか、テレビじゃなかった、あ、でもなんて言ったらいいんだろう、なんだろう、え、もう5秒、え、待って待って待って、え、あー、ちょっとなんだろう、これえ、見ていいんですかじゃあちょっと完全な途中だったんですけど、じゃあ見ます、これはお豆さん、違う、はい、これは人間です、人間で、ここがポイントだよ、なんかこっちにあるのはなんだろう、タコ、タコじゃなくて違うよなんだろう、ヒントとかも言ってもいいのか、境界線を飛び越してる、あー、でもちょっと近くなってきた、なんだろう、タコじゃなくて玉、ほぉ、ビーチバレー、あっ、なんだろう違うんだな、え、近い、全然近くない、近くなかった、なんだろう、え、いいんですか、はい、ワットンシーディこのリアクション、オバマさんって何このポカリな感じ、みんなのサイババさんのことですか違う、サイババじゃないよ、違う、オバマさんってオバマさんって誰ですか、オバマさんはただいま選挙中の方ですよ選挙中の今アメリカに立候補してる人ですよ、へえ、ね、そうなんですか、知らなかった、うん、知らなかった、オバマさんオバマさんです、オバマさんだとオバマさんでした、オバマさんか、はい、勉強になりました、あ、よかったです、いや残念でしたねね、あ、そっか、ダメだったのか、そう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 、というわけは、はい、というわけはもう終わりってこと、あら、終わってしまいました、あのですね、ここで描いた絵はですね、アカデミーワッショイの公式ホームページに、連載されますので、連載掲載されますので見てください、はい、このコーナーでは皆さんから問題を募集しています。以上、クイズスケッチワッショイでした、なんかラケットみたいそれ旗なんだけどね、彼女が初めて見た世界は戦場だった、フラッシュアニメーションハノカがついに DVD で登場、ハノカ全編9月19日発売、
後編も10月17日発売。月刊コミックアライブで連載中、中尾ひとみ先生が描くマジシャンズアカデミーのコミックスが発売決定。小説アニメに続くもう一つのマカデミで私たちの活躍を確認してくださいね。アライブコミックスマジシャンズアカデミー第1巻は9月22日発売。メディアファクトリー。マカデミーラジオ、マカデミー1グランプリはい、ということでハルチェは普段はですね、うん、魔法のステッキの子なんですよね、うんうんうん、ということで、このコーナーではいろいろなものの、ナンバーワンを、決めるために、そのものを召喚してそのものになりきって相手を説得していこうというコーナーです。いや斬新ですね。斬新ですね。物になってなるということで、はい、ということでですね、はい、そうです、次回からは、リスナーの皆さんから、そのものという何かお題を、送っていただければなと、思っていたりするんですが、今回は第1回ということで、まだ来ていませんので、スタッフさんに考えていただけました、お題で、やらせていただきたいと思います。はい、ではでは、最初のテーマは、いきたいと思います、うん、おでんの具といえば、あなんだろうね。一緒に答えるんだ。決まった。決まった。どうか、私もどうしようかな。でもあれカレーなんだよな。美味しいんだよな。ね、じゃあ決まった。うん、私も決まった。よし、せーの、ちくわんぺん。あ、ちょっ私もはんぺんだと思ったんだもん。ちくって、じゃあそう、ちくわって言おうと思ったんだけどはんぺんの迷った。あ、じゃあちくわで、ちくわで。なんか説得されたら説得されたって言う。そうだよね。もうなんかすでに説得されたね。だけどいいのかな。じゃあ私はちくわっていうことにします。本当にいい。いいよ、譲るよ。じゃあ、うん、あ、そうなんだって。え、最初、今回はですね、はい、私がそのものになって、うん、おー楽しみ。どうしよう、うーちゃんを説得していきたいと思います。はい、では、うん、じゃあはんぺんを召喚して、うん、うーちゃんを説得します。おー、いでよはんぺん。こんにちは、僕はんぺんくんだよ。ういさん、はじめまして。はじめまして。いや、今から説得したいと思うんだ。いいよ。では、行きます。はい。ういさん、はい、僕、おいしいよ。そうだね、私もはんぺん派だったからね。そうだよね。もう僕はね、やっぱりおでんに入ってると、うん、あの、こう、一息つきたい瞬間に、うん、僕を食べると、うん、なんか幸せになってくれるといいんだな。説得された。早い。イエーイ。というわけで伝わりましたよ。なんかはんぺん好きっていうオーラがちょっとこっちにも来た感じがしたんだけど。あ、はんぺんくんもう帰られたみたいで。あ、帰っちゃった。いい人だったな。ねえ、もう、はい、また来てくれるといいんですけど。そうだね、はい、でもこのコーナーでなんとなく分かりましたね。うんうん、うん、なんとなく、うん、召喚して、はい、来て くださった人になるほどなっていくんですね。おー、いやー、説得されてくれてよかった。うん。ということで、このコーナーでは皆さんから解決してほしいテーマを、募集しています。どんなテーマでも OK です。以上、
カデミー1グランプリでした。ねえねえゆかりん、スズホはリボンを取るとベランベー区長になるんだけど、ゆかりんはその髪の鼻を取るとどうなっちゃうの？ワン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 、浮いた！ゆかりのマカデミーラジオ！マカデミインフォメーション。ここではアニメマカデミワッショイの関連情報などを紹介していきます。それでは本日の情報です。まずはテレビアニメの放送、違います、放映情報から、テレビアニメマカデミワッショイは10月より千葉テレビ、テレビ神奈川、東京 MX、 サンテレビ、テレビ愛知、テレタマ、ATX にて放送開始予定でございます。はい、そしてお待たせしました、私たちのユニット、はい、マチュリが歌うマカデミーワッショイオープニングテーマの CD がいよいよ発売です。テレビアニメマカデミーワッショイオープニングテーマ、モーソーランブ歌うのはマチュリ。マチュリは伊勢マリアさん、宮崎ウイ、福井ゆかりのユニットです。発売日は11月5日水曜日。振り付けも可愛いのでお家で一緒に歌って踊ってくださいね。はい、そしてエンディングテーマもオープニングと同じく11月の5日に発売します、テレビアニメマカデミワッショイエンディングテーマパステル、歌は村田あゆみさんとなっております。はい、そしてそしてコミケで大好評でしたドラマ CD ですが、9月15日の開催のマカデミのイベントでも引き続き発売決定、数量限定なのでご参加の方は会場で早めにゲットしてね。テレビアニメマカデミワッショイドラマ CD プレミアムコミケでワッショイ、お値打ち価格税込み1890円です。私たちも出演しています。はい、そして、9月の15日のイベントには私たちが着ているマチュリハッピも発売されますので、これを着て一緒に盛り上がりましょう。イベントの参加方法についてはマカデミワッショイ公式ホームページをチェックしてください。はい、以上マカデミインフォメーションでした。2008年お祭りソング決定版、宮崎ウイ、福井ゆかりのスペシャルユニットマチュリが歌うテレビアニメマカデミーワッショイオープニングテーマ妄想ラップ、11月5日 5PB より発売。テレビアニメマカデミーワッショイ原作小説マカデミーワールドに新シリーズ登場、ネオハイブリッド学園ラブコメマカデミックス1巻から2巻好評発売中、ファミ通文庫。はい、マカデミラジオもそろそろおしまいの時間です。私たちにスケッチで答えてほしいクイズ、クイズスケッチワッショイまで。はい、そしてごめんね、私たちのナンバーワンを決めてほしいテーマはマカデミ版グランプリまで、そして普通のお便りは普通歌のコーナーまで、お待ちしております。メールアドレスはマカデミアットマークアニスタドット TV です。おー、というわけでゆかりん、1回目やってみてどうでしたか？なんかもうあっという間にね、あっという間だったねなんか私一番最初、あ、ゆかりもすごいアニメみたいなほんわり天然さんだから、どうしよう私と思ってたのどうずっとふわーっとふわーってしてふわーって終わっちゃうのかなと思ったらゆかりもなんか面白いね。面白い？うん、いやいやいや、なんかすごいね、楽しいって思いました Me too Me too Me too サンキュー。あの、なんかね、タカスクリニック、なんか、どこなんか、ゆかりんは、なんだろう、ちょっとここら辺で褒めるのもやめときますかちょっとなんか、
幼少祭りになっちゃ、でも本当にマジでも本当に仲良くなれる気がします。はあ、嬉しいです。もう仲良くなってください。仲良くなってでも本当になんか楽しみだなと思いました。うん、わあ、むいちゃんもうすごい元気で、すごい楽しかったです。今日なんか、顔がすごい筋肉痛になって、笑ってました。私も笑ってました。なんかね、いろいろこの番組で、お便りも ねまだないので、そうだね、これから皆さんが送ってきてくださればね、送ってきてくださいよ。で、そしてなんか質問してください。ね、そうだ、そんなコーナーも、ね、ありますね。はい、ね、あった。こんなわけで、とても楽しい1回目でした。それでは、皆さんさよなら。お相手は宮崎ういと福井ゆかりでした。マカデミラジオ、また次回もマカデミワッショ。